黒髪は、ベニタケ目ベニタケ壁竹属黒髪説に属する、キノコの一種。傘は半球型から次第に開き、老成すれば、ロー土状にくぼむことが多く、湿った時は粘性を示すが次第に乾き、幼児は、開白色肺褐色であるが生育に従って、黒褐色を帯び、最後にはほぼ黒色を呈し、表皮は剥げにくく、傘の周演部に条厚を生じない。 ヒダはほぼ白色あるいはクリーム白色だが古くなるとほとんど黒色となり傷ついた部分は次第に赤変し後にゆっくりと黒変する。肉は硬くてもろく白色であるがヒダと同様の変色性を示し味や匂いはほとんどない。柄はほぼ上下胴体で一般に太くて短く表面はほぼ平滑であるが傘と同様の変色性を示し内部は 中身あるいは多数の細かい隙間を生じて、海面状となる。胞子は、累球形で、無色、多数の微細なイボと不完全な網目状隆起に、覆われている。シスチジアは、ヒダの縁にも側面にも認められるがむしろ数少なく、通常は、梱包状でその基部は、ヒダの組織の中に深く伸びて、根状をなし、しばしば先端が、鉛筆の心状に細まり、無色。 炭鉱色を呈するが、要素溶液中で、気化色大々褐色、硫酸バニリン液中では、黒化色となる。傘の表皮は、ゼラチン化せず、不規則にもつれあった菌糸で構成されており、菌糸の末端細胞は、円筒形、または先端に丸みを帯びた、円錐形である。菌糸には、カスガイ連結を持たない。夏、秋に、ブナ科、カバノキ科、ヤナギ科、 松花などの樹下に発生し、これらの樹木の細根との間で外星菌根を形成する。老熟した古実体上には、しばしば櫓竹の発生が見られるが、両者の生態学的関係についてはまだ不明な点が多い。北半球の蒸気の樹木が分布する地域に広く産する。日本に産する類似種としては、ニセク黒発黒発もどき古芸路発竹及び、 白黒発が知られているが、このうち白黒発については、日本産の標本に基づく詳細な報告はまだ、なされていない。これらは、いずれもベニタケ属黒発説に属するキノコであるが、日本には、この4種以外にも黒発説に属する未知種がいくつか、分布している、可能性が指摘されている。ラスやラディシンやリンズ・シェイファーは、北米に産する種類で、黒発と比較すると非だが、 より密生し、胞子が小型であり、胞子表面の文様も、不明瞭、かつ繊細な点で、区別されている。この菌を、黒髪の一足と見なす意見もある。また、ヨーロッパ産のラスやラアシリフォーリアローマグニージーは、やはりヒダがより密であること、ヒダには強い絡みがあることで別種として扱われている。致死性の猛毒を有するニセ黒髪に告示するため、 童貞には最新の注意を払う必要がある。黒髪は古くから食用菌として親しまれていたが、近年の図鑑には有毒と分類しているものもあり、偽黒髪との判別が困難なことからも食用は推奨されない。古い文献においては、肉質はボソボソしているが良い出汁が出て微味などと書かれていることもある。黒髪は小実体を傷つけると傷口が まず赤く変色し、その後で徐々に黒変するのに対し、ニセ黒発では赤く変色したままで止まり、黒色にはならない点で区別されるが、この変色性の強さや速さは、個実体の成長段階の違いや、発生環境の条件などによって影響されるため、変色性の実によって、両者をはっきり区別することは、しばしば難しい。黒発の個実体の変色性は、 チロシンの参加に起因するとされている。なお黒発の小実体からは、エラグさんの誘導体の一種であるニグリカ人が管理されている。ありがとうございます。